しながら。じゃあね、今日はね、これをみんなで作っていこうと思うのじゃ。ガンプラ。まずさ、どこから組み立てればいいの？説明書か。え、説明書読まないタイプなんだけど。みんな説明書とかちゃんと、もうやる気なくなってきた。香川県にすごく深い川があるんですよ。香川県にあんまりさ、川の名前言うと私の実家の位置バレちゃう。今またちょっとふっと冷静に戻った。そう。私川の真横に実家あるのよ。本当にやばいなと。やばいの。川で泳いでたんですよ。すごい深い川。すごい深くて飛び込めるので、弟と3人で自転車でガーって行って、そこまで行って、犬と私と弟2人4人が川で遊ん泳いでるっていう。アメリカですね。アメリカだね。なんかお父さんがそれまではなんかゲームはなんか知能とか学習的に良くないから、教育的にも良くないから買わないって言ってたんだけど、弟がだだこねて、なんかいっぱい肩もみとか腰踏んだりとかご奉仕をして買ってもらうことになったので、初めてゲーム買ってもらったんだけど、そしたら今までアウトドアとかなんかなんていうの、外で遊びをずっとしてきてたのに、なんかいきなりそんなハイテクなものを渡された私たちはドハマりして、一歩も外に出なくなったの。圧倒的な影響力が。そこから私たちの引きこもり人生が始まったの。私今だからこそ外に出るようになったけど、結構引きこもりだし、弟に至っては今外に出ません。大学にはちゃんと通ってるけど、なんかご飯とか誘ってもごめん先に予約してもらっていいみたいな、その日のその日の弟やだかな、こういう話されたら。すごい仲いいんだよ。なんかその日のなんていうのは、予約しとかなきゃその日動こうと思えないんだって。予約というか自分の予定的にね、次の日は外に出るっていうのを決めとかないと外に出ないんだって。何かしらの制約が必要になる。そうで、パンケーキ食べに行ったのはちゃんと1週間前にこの日って予約してた。最初の冒頭。そう、どうしてもパンケーキ食べに行きたいけど一人で行くのもなと思って弟誘った。